巡ってまいりました。安定が自作すぎて安定が大丈夫大丈夫え、まあちょっと何とかやってみますわ。ハンドパンという楽器で、僕が持ってるやつはベトナム製で、こいつはねどっかイスラエルだったかどっか、定かではありませんがヨリさんじゃないけどちょっと忘れちゃった。ただハンドパンのメーカーの中では、トップクラスで、レンタルのランクもいろいろあって、で一番高いやつを借りてしまいました。もうせっかくだから借りてちょっと音を自分の中で、響きを感じてみたいなと思って。ただ僕が持ってるハンドパンが10個の音があって、こいつには19個の音があるから、じゃあ頭の中が混乱している楽器の一つなんですけど、もともとは2000年にスイスで生まれた楽器、それこそさっきねちょっと話をしてたけど、スティールドラム、スティールドラム、うん、あれ あのメーカーが作ったのが最初で、でそれが今は世界中に広がって、ちょっとこれ外しとこう確かにこれがちょっとねエネルギーが変わっちゃうで、今は世界中で作っているっていう、まあ日本でも作ってる人がいるけど、もうほとんどいないっていうか、特殊技術すぎてもう1年に数個しか作れない、もう全部手作業で音を作っていくので、ハンドパンです。あで、あらか、あ、俺の名前がねえじゃねえか、おい書いてないと思って、あらかわやです。あらかわやの主婦バレましたね。バレた、バレた、俺何回かやったから。あ、そうです、バレました。そう、ね、カリアにあるんですよ、カリアに。カリアに知ってる？うん、会社のすぐ近くだよ。マジ？よく買いに行く。あ、そうなんや。おじいちゃんが大好き。こちらもなかったな。こちらもなかった。いちご大福も美味しい。あ、そう。洋菓子も和菓子もあって。そう、右に洋、左に和っていう。で、すごいおしゃれなケーキが売ってるけど、名前が荒川屋っていう。で、みなりも本当に 和菓子を売ってたんだろうなっていう感じの店で、そういう店が好きなんですよ。ザ・ヨーっていう、おしゃれっていうよりも、なんかこう、その街に溶け込んでる感じの店が好きで、で、そこのシュークリームを一昨日ぐらいかな、食べた時にめっちゃうまかった。なかなかね、ああいうケーキ屋さんのシュークリームで、注文してから入れてくれるっていうところが、大体こうできたやつ売ってるところなんですけど、注文してから後ろに行って詰めてくれるっていうね。よかったです。というわけで、じゃあちょっとハンドパンを叩かせていただきたいと思います。さすがですね。基本的に僕のハンドパンはいつも即興なので、今の感覚でいきたいと思います。Thank you.
Thank you.